日本における三大都市圏は、日本の三大都市の都市圏である首都圏、中京圏、近畿圏の総称。都市圏は、本来は、境界の曖昧な用語であるため、三大都市圏に属する各大都市圏の範囲として一元的な定義は存在しないが、一般的には、以下の地域を指すことが多い。首都圏も参照関東大都市圏、東京都市圏とも呼ばれる。 首都圏整備法では第2条で首都圏を東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域を言うとしている。施行例で具体的に東京都のほか埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県が含まれるとしている。総務省の定義では東京都区部、横浜市、川崎市、 埼玉市、千葉市、相模原市を中心都市と市、人口は3723万人である。ブルキングス研究所によれば、首都圏は世界最大の人口を持つ大都市圏とされる。また2014年の域内総生産は1兆6176億ドルと計上され、こちらも世界最大の規模である。近畿圏と中京圏が転出超過になる一方で、 首都圏は現在でも大幅な転入超過になっており、三大都市圏の中でも特に首都圏への集中が鮮明になっている。京阪神も参照近畿大都市圏、または京阪神とも呼ばれる。都市雇用圏においては大阪都市圏、京都都市圏、神戸都市圏と区別している。近畿圏整備法では近畿圏を福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 奈良県、和歌山県としている。総務省の定義では、大阪市、京都市、神戸市、堺市を中心としとし、人口は1930万人である。世界有数の大都市圏であり、世界で12番目に人口が多く、2014年の域内総生産では6712億ドルで、世界第7位の規模を有する。なおブルッキングス研究所は、大阪神戸と表記している。 京都市、大阪市、奈良市、大津市などにはかつてとが置かれた歴史があり、歴史遺産、文化資源に恵まれている。学術や芸能においても首都圏とともに、日本の中心地である。中京圏も参照中、京大都市圏、名古屋都市圏、中部圏とも呼ばれる。中部圏開発整備法では、中部圏を、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、 静岡県、愛知県、三重県、滋賀県としている。北陸地方と近畿地方の滋賀県が含まれている。総務省の定義では、名古屋市を中心都市とし、人口は936万人である。2014年の域内総生産は3637億ドルとされ、世界第22位の規模を有する。現代では、国内最大の工業地帯へと成長しており、 日本の製造業の権威役を担っている。日本の人口、企業活動、大学などの教育機関は三大都市圏に集中している。三大都市圏の中でも1970年以降、東京圏への集中が最も著しい。国内の銀行貸出し残高の50%は東京圏に集中し、国内の外国法人数の91.1%が、 東京圏に集中、資本金10億円以上の企業の本社数は56.5%が東京圏といった統計が出ている。かつては経済の中心として東京を凌駕していた大阪圏は昭和初期の戦時集中統制以降大手企業の相次ぐ東京移転が続き、さらに戦後はいわゆる工場散歩による悪影響や中部圏開発整備法による 製造業の中部圏への流出などによって、東京圏との格差が広がりつつある。ただし、近年工場参法は、工場立地法を除いて廃止され、大阪県では相次いで大規模工場の建設が始まるなど、復調の兆しを見せている。こうした、人口や企業の三大都市圏への過度の集中によって、様々な都市問題が起こっている。通勤ラッシュ、交通渋滞。 政治的統制の方は、ヒートアイランド現象などである。一方、地方では過疎化が進み、人口は減少して労働者不足が深刻化し、高齢者の割合が増加、経済も縮小している。大都市への人口、経済活動の集中は、問題を多く抱える一方で、経済活動の効率化につながるメリットもある。企業が狭い範囲に集中することにより、 輸送費や通信費が少なくて済み、企業間の取引が低コストになることなどである。しかしながら、過度の集中は、鉄道や道路などのインフラ整備に莫大な投資が必要であり、財政を圧迫する原因となる。また、IT の発達により、輸送費や通信費の集中によるメリットはかつてよりも減っている。文化面でも、三大都市圏には出版。 放送などのマスコミ各社や商業施設、イベント施設が多く集中し、また著名人も多い。このため流行や、信号も三大都市圏から発生することが多い。ありがとうございます。